さて、行きます。よいしょよいしょっと、重いよ。はい、皆さんこんにちは。アドベンチャーライダーです。よくわからないテンションですが、タイガー800購入してですね、今日で5日目ぐらいかな。金土日月4日目ですね。え、マジで？なんと4日目にしてキャンプツーリングに出発しております。いやー、張り切りすぎでしょう。まあでもね、もう待ちに待ったという感じですね。ということですね、今回はまあちょっとテスト的な意味合いがいろいろあるんですけれども、まあ、積載とかもそうですしね、使い勝手とか、あとどこに何を入れるかとかですね、何を持っていくか、まあいろいろなことがですね、確認できるかなと思います。そしてあとはね、長距離の感じとかですね、いろいろ困りごとがあったりとか、 あれがあった方がいいとかですね、そういうことも分かってくるかなと思いますんで、まあ、そんなですね感じで、あんまり遠くに行くつもりわけでもないんですが、152キロ先のですね、沼沢湖キャンプ場に今向かっております。これはですね、北海道に行く前の最後のテストツーリングとしてですね、向かったところ、見事にですね、バイクが壊れて、トリッカーが壊れてですね、行けなかったところですね。ということでですね、リベンジです。まだ行ったことがない初めてのキャンプ場です。そして今、まあ、なかなかですね、準備には時間がかかりましたので、ちょっと焦って出発しております。まあ、まずはですね、街中というかですね、市街地からちょっと外れたところを、下道を走りながらですね、山間部まで向かっていきたいと思います。やっとスイスイ走れるところに出まして、気持ちいい、涼しい。ちょっと29度ということでね、なかなか準備の時も暑くて、ちょっと薄着にしたくなりましたけど、まあちょっとね、キャンプ場も山間部ですし、涼しくなるんじゃないかなっていうことも含めてですね、まあいつもの北海道に行った時と同じ格好ですね。パンツ、ジャケット、でブーツはアドベンチャーローっていうですね、オフロード向けのブーツを履いておりますね。やってるかな、朝日屋。顔面好きの私がつい釣られてきてしまいました。さあどうでしょうか。GoPro のマイクまで調子が悪くなってきた。さあ頑張れ頑張れ。16時26分。いや、31度。まあ30度前後ってとこかな。気がついちゃったよ。歯ブラシセット、歯磨きセット忘れたわ。あとコレステロールの薬も忘れた。いや、情けない、本当に情けない。いや、9月12日だったかな、今日は。しかしまあこんな暑いとはね。まあ35度とかそういうあれじゃないだけまだいいけど、十分暑い、十分。まあ晴れてくれたのは嬉しいっちゃ嬉しいけど、いや嬉しさも中くらいだな。とにかく早くね、今平地から山間部に入れば多分ね、涼しいと思うんですよ、もっと。むしろね、ちょっと寒いんじゃないかなぐらいの気持ちでね、いたんですけど、だから結構ね、着るもの持ってきたんですよ、フリースとかね。それが、とりあえずめっちゃ暑いっていう。タンメンのお店ね、レストラン検索してたまたま出てきたんですけど、いや、よかった、美味しかった。私の好みのですね、お店でした。朝日屋っていうね、タンメン専門店。
行ったんですけれども、さっぱり系のスープでですね、で野菜も美味しいしですね、で麺もね、この間食べたこの宮城のタンメンはね、ちょっと麺がなんていうんですか、柔らかくていまいちだったんだけど、ここの麺は結構美味しかった。でもね、もうガツガツ夢中で食っちゃうぐらいの美味しさはありましたね。炙り肉のせタンメンが、ランチのメニューとしてですね、それと、ご飯小と、それから唐揚げもしくは餃子っていうセットがあったんだけど、唐揚げを珍しく選択しましたね。ちょっと餃子も興味はあったんだけれど、なんとなく唐揚げの気分だったんでね、今日唐揚げにしてみました。それで1089円だったかな。結構がっつり量もあるしね、まあいいんじゃないかな。塩原温泉郷ですね。そして38キロ、今400号ですね、国道400号をしばらくこのまま走るぞということなんですが、やっと前が開けたよ。気持ちよく走れるようになりました。そして空気が少しずつ涼しくなってきた。これがスーリングだよ。25度。よかった。いやちょっとハードだったわ本当。それを抜けてただいまの気温26度って書いてあるけど、トンネルがね20度でしたね。いやー涼しかった。とりあえずね、20度だったらもう寒いだろうっていう感じなんですけど、暑かったからね、今は心地が良かったです。そしてトンネルを出たらまあすぐにまた上がり始めましたね。さあとりあえず会津田島どうしようかな。会津田島にちらっとだけ寄って、なんかそういうソーセージ的なもの売ってるかどうかちらっと見て、そしてソフトクリームを食うんかい。結局止まって時間かけちゃうかな。よいしょ。あった。はい、道の駅会津田島ソフトクリーム。時間ないのにソフトクリーム食べたから、到着予定時刻が16時35分になっちゃったよ。わーってソフトクリーム食べてるからいけないんだけどさ、とりあえずね、なんかソーセージとかそういう肉関係のものは見当たらなかったですね、パッと見た感じでね。あそこ JAF ライセンス、JAF の会員証ですねを提示するとですね、ソフトクリームが100円引きなんですよ。300円が200円なんですよ。でかいですよね。これもう食べざるを得ないんじゃないですか。だから食べたんですよ。どうした、いいんだよ、夏終わりを惜しんで、なんだろう、懐かしいんでじゃなくて。はい、セブンイレブンで買い物しました。歯ブラシを買った。あとはジャスミン茶と、それから、一応菓子パンですね、念のためにと。であとは、馬から、キャベツキュウリっていうですね、キャベツとキュウリに多分味の素を振ってちょっとピリ辛ななんか味付けをしたぐらいのやつがですね、なんと200いくらっていうですね、まあ、いい値段だな畜生。でも買っちゃった。でそして
金のウィンナーなんかそういうやつ、あの金のなんとかっていうシリーズのやつですね、買いました。なんか最近あのステルス値下げで有名なセブンイレブンさんなんで、あのウインナーね、外からね分かんないんですよ、どのぐらいの大きさだとか何本入ってるかとかね分かんなくてですね、でちょっとパッとねパッケージを見た感じもよく分かんなくて、まあいいや買っちゃえってなっちゃったんですけど、300円でね、どうなの、どんぐらい入ってんのかなもうちょっとねのんびりしてる暇もないんで、このままキャンプ場直行します。道の駅で何か買う作戦はちょっとねもうやめた方がいいですね、やってる場合じゃないですね。ということでなんですが、まあご飯を炊くというのとね、ビーフシチューがありますからね、あとビールもあるし、おつまみもあるし、まあ買いすぎなかったということでですね、めでたしめでたしですね、まあ、とにかく今日はねキャンプ、新しいテントでキャンプをするということを、それが最大の目的ではありますのでね。いやしかし暑いな、これでもまだ暑いわ、28度だって。あれちょっと待って、何これ、到着予定が17時15分になってる、あれ俺道間違っちゃった、もしかして。しまった、ボケーっと走ってたから、しまった、曲がるとこ間違ったんだ、どうしよう、うわー、戻るかどうするか、うわやっちったよ、もう戻っても同様の所要時間っていうことだけど、戻ろう、なんとなく怖えな、この U ターン、あの登って下る U ターン、うわ10キロも余計に走っちゃった、完全アウト。今15時57分、残り距離が60キロ、ドヒーヘルメットのね、スピーカーを Bluetooth でつないでたわけですよ。なんだけどコンビニで泊まった時に電話したじゃないですか、で電話したらね、なんか通話できなくておかしいなと思ったら Bluetooth でつながってたから、このヘルメット側でなんか通話する状態になっちゃってたんですよ。でもヘルメットにマイクつけてないし、まあ、いずれにしても通話できないんですよね。でそれで、あいかんいかんつってヘルメットの Bluetooth を切ったんですよ。でそれをつけるのをリスタートした時に忘れてた、こういうね、いろんなミスが重なってですね、こういう事態が起こるわけですね。やれ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 、ちょっともう一回電話しよっかな、これ、電波があるうちに、痛い手痛いミスをしてしまった。さて、到着で17時15分変わらずですね、一応戻ったんですけどね、うわうわで今止まってね電話したんだけど、まだ留守電なんですよねどうすりゃいいんだよ、もう行くしかないね、ちゃんとね早く出発できないよ、あれが悪いんだよ、そうなんだけどさ、さあ頑張ろう。いや今トンネル走ってたんだけど19度まで下がりましたね、寒いんでさあ初のちゃんとしたワインディングをこれから走る感じになります。私の好きなくねくね道なんですが、どうだろうな、切り返しが重いかな、舗装が綺麗だね随分。バンク中のバンク角が安定しないな、まああれだけ露骨に体型ベリしてりゃな、プロファイルはっきり違うから
寝るだ。これまた寒そうだ。どうだ。あ、さっきのトンネルほど寒くないね。今22度。まあタイヤ交換セットも買ったことだしね、タイヤは変えますかね。ミシュランのナキーアドベンチャーがいいかな。信頼と安心のミシュラン。やっぱり私はミシュラン結構好みなんで、動きが。まあパイロットパワーとかね、そっち系の話ですけれども。はい、今4時40分ですね。到着予定が17時14分ということでですね、ただ今電話つながりまして、まあ、明日の朝8時から受付やってるから、そこで支払いしてくださいということで、一応話が通りましたので大丈夫になりました。お、只見線全線再開したんだ。よし、さあじゃあ沼沢湖に上がっていきます。ここからが結構険しかったような気がする。こっちか。はい、沼沢湖9キロもあんの、まだ。いや、むしろ9キロしか楽しめないこの道を。それこそは残念である。積極的に体重移動してあげれば結構曲がるね。まあ要はハングオンみたいな感じ。ちょっとお尻ずらしてるんだけど、お尻ずらすとよく曲がる。なんかアドベンチャーでさ、箱をつけたアドベンチャーでさ、ハングオンしてお尻ずらして乗ってるとか変だけどさ、でも曲がんないよこれ。もっとしっかり内側に体重移動するとよく曲がっていくね、それが。そのリーウィズで乗ってると内側の荷重が足りなくてバイクが起きちゃうんだよね。でこう体内側に入れていくとちょうどいい感じに曲がってくる。やっぱりね、ちゃんとそのお尻ずらして大きく体重移動するとちゃんと切り返しでもバイク動いてくれるね。積極的な体重移動により十分だね。さて、いや、ほぼ着いた。はい、到着。キャンプ場。どこだ？ここ？どこだろう。あ、受付向こうだ。はい。もう一回 U ターン。怖っ。なんか、演奏しそうだね、これ。カラニで乗ってた時は粘るなと思ったけど、やっぱ演奏しそう。ここだ。あったあった、そうだそうだ。キャンプ場受付。